皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、ご視聴いただき誠にありがとうございます。本気の思いを形にする理学療法士小峰武明です。今日はですね、第1回の撮影ということで、簡単にですね、私の経歴と、あとはですね、なぜこのチャンネルを開設するに至ったか、そういったですね、経緯をですね、ちょっと先にお話をさせていただいてからですね、本題にね、入っていこうと思います。私はですね、2009年に理学療法士の国家ライセンスを取得しまして、もともとはですね、病院で、怪我をした方だったりとか、あとは関節を痛めた方の手術の後、あとは脳の病気ですね、脳卒中になってしまった後の、リハビリを担当させていただいて、その方がですね、もう一度社会復帰できるようにサポートをさせていただくというふうなお仕事をさせていただいておりました。その中でですね、患者様がですね、口を揃えておっしゃる言葉っていうのがすごく、印象的だったんですね。どんな言葉かっていうと、私がこんなことになるとは思わなかった、皆さんね、こんなことをね、よくおっしゃるんですよね。もちろん交通事故とか不意のね、予期せず怪我をしてしまうっていうこともあるとは思うんですけれども、例えば膝が痛くなるとか腰が痛くなるとか、どっかが痛くなるっていうような症状だったり、あとは脳の病気になってしまう、そういったことっていうのは実は前にも、初期症状みたいなのが起きていて、それが進行していくことでなっていくことっていうのが多いんですね。なのでこれらのことって実は姿勢の見たりとか、今の姿勢を拝見したりとか、生活習慣をヒアリングさせていただく、こんなことをするとですね、ある程度今後ちょっとどういう形で、皆さんの体が変化していくかっていうのがある程度予想ができるんですね。これっていうのは理学療法士が学んできている領域が、やはり体のいろんなですね、関節だったり筋肉、神経、あとは内臓、あとはメンタル面、こんなこともですね、実は包括的に学んでいる職種ではあるんですね。こういった能力を持っているのに、いるのにっていうのもあれなんですけれども、実は法律上ですね、医師の指示がないとリハビリテーション、理学療法を施せませんよというような法律がある関係で、なかなかですね、病院に行かないと会えない職種、逆に僕らの立場から言うと、病院にいないとそういった施術をしたり、あとはこう理学療法を提供するということができないっていうのが実情なんですね。なので例えばこう怪我を患ってしまう前、病気を患ってしまう前に何とかできたら良くないですか？僕はやっぱり病気になってから、ああなんでこうなるんだろうなって思うよりかは、事前に自分がそういう傾向があるっていうのが分かっているなら、予防で先に手を打てた方がいいかなって思うんですよね。なのでそういったこともあって、実は3年前にですね、一般の方に対して、病気になる前になんとか僕が貢献できる領域があるんじゃないかっていうところで独立をさせていただきました。今はですね、都内にパーソナルトレーニングジムを、運営をさせていただいておりまして、いろいろなご縁をいただく中でですね、プロのアスリートの方の、体のコンディショニングと、あとはトレーニングですね、どういうふうに動いたらその競技パフォーマンスが上がるか、そういったこともですね、実は体のスペシャリストである理学療法士の専門領域の一つになります。でそんなこともあってですね、今は一般の方からプロのアスリートまでですね、体のケアとトレーニング、これを両軸に、打ち出しをさせていただいて、提供をさせていただいているというようなところです。でなかなかね、猫背の話出てこないじゃないかっていう話なんですけれども、ここからちょっとね、姿勢の話に入っていこうかなというふうに思っております。一般の方の膝が痛い、腰が痛い、こういったことが姿勢に影響を受けているっていうのはイメージしやすいかなと思うんですけれども、一方でですね、アスリートの運動パフォーマンス、競技パフォーマンスというふうな視点で見てもですね、実は姿勢の影響ってものすごく大きいんですね。なのでこの姿勢っていうところはですね、僕の中でのこうキーワードであり、今後なんていうのかな、皆さんにどんどん伝えていきたいなというふうに思っていること、そして皆さんからですね、猫背解除するためにはどんな方法があるのといった言葉が非常に多かったりしたので、今回の、チャンネルを解説させていただく運びになりました。その中でも現代社会が抱える大きな課題といっては過言ではないほど、実はめちゃめちゃ大事な要素、これが猫背なんですね。猫背って皆さん
なんとなく分かりますかね。こう背中がこう丸まって、少しお顔がこうやって前に出ているような状態ですね。こんな姿勢を猫背と言いますね。まあ、猫背にもこう首だけがメインで丸まっている、胸の部分だけメインで曲がっている、腰だけがメインで曲がっているとか、全体的に背中が丸い、あとは反り腰で猫背っていう複合的な、ね、要素などもあったりはするんですけれども、まあね、その辺も、徐々に、ね、紐解いていきたいなというふうに思っております。でなんで猫背がいけないかっていう話をちょっと先にねさせていただきたいんですけれども、まず何と言っても見た目が悪い、これでめちゃめちゃ大事だと思います。で見た目が悪いというのはもちろんそうなんですけれども、猫背になることで腰痛だったり肩こりになったり、で少し関係ないかなと思われるんですけれども、膝の痛みにつながったりっていうことも実は猫背から影響していることが多くあります。そして目線が下に落ちやすくなるんですね。背中が丸くなることで目線が下に落ちやすくなるので、それによってですね、実はメンタル面への影響もあるっていうふうに実は言われているんですね。で、猫背の方とうつ病の関係性っていうような論文が出ていたりとか、実際にですね、メンタル面と猫背の影響っていうのはものすごく大きいなんていうふうに言われています。そしてですね、背骨の間にですね、大事な大事な神経が通るんです。脊髄っていうふうな言葉をね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、脳から筋肉に対して信号を送っていく際にですね、脳を脊髄を通ってそこから末梢神経という細い神経に分かれていくんですけれども、その大元になっている太い脊髄というのが通っているんですけれども、実はその中にこちらもね、名前聞いたことあるかもしれないんですが、自律神経なんてね、言葉を聞いたことある方もいらっしゃると思います。その神経の通り道が猫背によって歪んでしまったらどんなことが起きるかってなると、神経の通り道が歪んでしまうことによって神経がうまく機能せずに、運動の伝達速度が遅くなってしまったり、交感神経と副交感神経のアンバランスが生じたりですね、そんなことも考えられます。例えばどんなことを役割をしているかというと、気持ちを高めようと思った時に交感神経が働いてグッとねパフォーマンスを上げていたり、逆に落ち着くタイミングですね、夜寝ようと思った時には副交感神経が優位になっていくと望ましいんですけれども、そのタイミングでもですね、全然副交感神経が優位にならず、いつまでも覚醒が高い状態ですね、目がギラギラしている状態、これはなかなか良質な睡眠にはつながらないですね。そういったことで睡眠の質の低下といったものにもつながっていくというふうに言われています。じゃあですね、実際になんでそんな姿勢になってしまうのか、猫背になってしまうのかっていうところの原因を少しお伝えしようと思います。まずはですね、私が考える一番の理由としては、やはりですね、座りすぎ問題だと思っています。先進国の中で日本ではかなり上位の座りすぎ、座っている時間が長いというふうなデータもありまして、いわゆるですね、公共交通機関が発達しましたね。車、電車、新幹線、飛行機、昔は歩いて移動していたところを全て乗り物にかつ座った状態で移動できるようになった。そしてパソコンとスマートフォンですね、これの普及によってものすごくやっぱりこういう姿勢になるフェーズですね、こういうタイミングがすごく増えたことがやはり大きな要因かなというふうに思っております。ではですね、なぜ座りすぎだと良くないかっていうところをちょっとこの骨標本を使って簡単にお伝えさせていただきたいなと思っております。座るときはですね、ここの座骨って言われる2点ですね、ここがメインで体重を支えることになります。こういう形ですね。で、こうやって座るとですね、どういうことが起きるかというと、座骨に対して体の中心が後ろ側にあるんですね。体の中心が後ろ側にあるということは、私がこれ手を離すと体は自然と後ろに倒れてくる。ただ座ってるとき急にね、後ろにバタンって倒れちゃう人いないと思うんですね。じゃあ人の体はどういう風にしてこのバランスを保っているかというと、骨盤をこういう風に後ろに倒して、逆にこのカウンターですね、前に体を持っていくことでバランスをとっているんですね。これがいわゆる猫背姿勢になっていますね。これによって頭が前に出たりとか、
そしていろんな症状が起きてくるんですね。背中の筋肉が突っ張ったり、首の後ろの筋肉が突っ張ったり、まあ、この姿勢によっていろんな要素が、起きてきます。この猫背専門チャンネル猫背のアジトではですね、なんでこういった猫背になってしまうのかっていう原因が他にもですねいくつもあったりしますので、そういった原因を紹介すること、そして猫背と肩こりの影響、猫背と腰痛の影響、猫背と睡眠の質の低下の影響などといった猫背から他の症状の関連することをですね、理学療法士の視点で理論的にお伝えしていこうと思っております。そしてその症状を改善するために、ないしはその姿勢を改善するためにどんな方法があるのかといった改善策もですね合わせて皆さんにお伝えしていこうと思っておりますので、ぜひまたね、次回以降もですねこちらのチャンネルをですねご視聴いただければと思います。はい、それでは第1回の放送はここまでにしたいと思います。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。